皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はマッカーサーの激動すぎる生涯後編の解説ね。そうだぜ。前回の動画ではマッカーサーが誕生してから、連合国軍最高司令官総司令部 GHQ の総司令官として、日本統治を始めるまでを解説したぜ。前回の動画は太平洋戦争の経過も掘り下げて解説してたわね。敗戦国になった日本だけど、連合国も日本に追い詰められていたことが分かって勉強になったわ。アメリカは日露戦争以来から仮想敵国を日本に定めていた。長い年月を経て勃発したのが太平洋戦争であり、日本は最終的にアメリカに敗北する。マッカーサーも開戦当初に日本に追い詰められた一人で、連合国軍最高司令官として、日本がアメリカに逆らわない国にするために心血を注ぐ。つまり現在の日米関係の根底は、GHQ とマッカーサーによって形作られたと。そうなるな。一連の政策についてはまた解説するぜ。さらに言えば第二次世界大戦後も世界は平和にならず、GHQ の対立や冷戦の勃発など、相変わらず世界は混乱し続けるけどな。今回は超重要な回ね。私も解説のお手伝いをするわね。よろしく頼むぜ。今から後半に入るが、今回の動画は前半を見たことを前提に解説を行う。前編を見てない人はまずは前編を見てほしい。そうね。内容を忘れた人も、改めて見返してみるのも良いかもしれないわね。よろしく頼むぜ。それじゃあ、今回は連合国軍最高司令官、ダグラス・マッカーサー元帥後編について解説する。ぜひ最後まで見ていってくれよな。わーい、楽しみ。それじゃあ、本編スタートだぜ。1945年9月2日、マッカーサーが65歳の年に東京湾上に停泊するアメリカ艦隊、ミズーリで降伏軍所調印式が行われ、マッカーサーは連合国を代表して調印を行う。ようやく太平洋戦争は終結するんだ。それと同時に日本は連合国の占領下に置かれたのね。ああ、日本占領に伴い、対日政策を協議する最高政策決定機関、極東委員会がワシントンに、占領政策を実際に実施する、連合国軍最高司令官総司令部 GHQ が、日本に設置されたことは前回述べた。まあ、極東委員会が本格的に始動するのは翌年の2月だがな。極東委員会は置いといて、GHQ の最高司令官に就任したのがマッカーサーなのは知ってるわ。その通りだ。ちなみに GHQ の日本統治は降伏勧告、ポツダム宣言に基づき行われることになっていた。宣言文の大部分はアメリカが起草し、イギリスは修正を加えただけ。中国を含む連合国は起草に関与していなかった。つまりポツダム宣言はアメリカの意向が大きく反映されていたのね。その通りだ。ただポツダム宣言における日本統治は、日本の主権は認めるとされていた。だがマッカーサーは約束を反故にし、9月3日に日本に日本の行政、司法、立法の三権を奪い軍政を敷く、公用語を英語にすると布告を下すぜ。公用語英語。つまり日本人が日本語を話せなくなるの？それはやばくない？ああ。東国宮成彦右内閣の外務大臣、重光守はマッカーサーに強く抗議。占領軍による軍政は、日本の主権を認めたポツダム宣言を逸脱するとして、布告を撤回させるぜ。結果的に GHQ の占領政策は、日本政府を通した間接統治に決まる。岸信介後編の動画でも出てたけど、重光は気骨のある政治家よね。いつか解説したいぜ。9月8日にマッカーサーたちは東京に進駐し、虎ノ門のアメリカ大使館に星条旗を掲げ、この場所を自らの皇帝とした。さらに GHQ の本部が皇居前の第一生命館に移転すると決まる。皇居を見下ろす地上8階建てのこのビルは、天皇の上に君臨し日本を支配するマッカーサーの地位をよく表していたぜ。そんなマッカーサーがまず実施したのは日本軍の武装解除で、各地の陸海軍の基地は連合国軍の支配下に置かれる。日本軍が武装してたら日本統治もうまくいかないからね。武装解除はうまくいくの？ああ。2ヶ月で国内の軍人257万名の武装解除と復員が完了し、進駐は滞りなく終わる。同時にマッカーサーは東条英機などの日米開戦に関与した戦争犯罪人を事後法で裁くため、彼らの逮捕に踏み切るぜ。東条英機たちの逮捕。これは東京裁判で裁かれる永久戦犯たちのことね。ああ。9月11日には東条や岸信介など、14人に逮捕命令が下る。今後も逮捕者は増えるが、永久戦犯のリストは連合国の首脳部が作成したもので、マッカーサーは永久戦犯たちに同乗していたとされる。だがマッカーサーも、フィリピン関連の戦争犯罪者の訴追には熱心だったぜ。フィリピン関連の戦争犯罪者、
フィリピンの戦いでマッカーサーを追い詰めた本間正春中将は、マッカーサーから恨まれてそう。鋭いな。本間中将や、レイテ島の戦いなどを指揮した山下智幸陸軍大将は現地マニラで逮捕される。マッカーサーの圧もあり、彼らは後に B 級戦犯、いわゆる通例の戦争犯罪で死刑判決となるぜ。また山下が逮捕直後の9月16日、新聞各社は山下の擁護ではなく、日本兵の残虐行為に関する記事を掲載する。この背景にあったのがプレスコードという GHQ の対日政策だ。プレスコード?これは新聞などの報道機関を統制する規制で、正式な発令は9月19日のこと。GHQ の批判や原爆の記事は発禁となり、新聞各社が日本兵の残虐行為を掲載したのも、山下たちの裁判を正当化するための世論工作だったぜ。情報統制で日本の外堀を埋める GHQ だが、マッカーサーはぜひ面会したい日本人がいた。それが日本の元首たる昭和天皇だ。昭和天皇か。昭和天皇は日米開戦に反対してたけど、立憲君主の立場を厳守するために開戦に同意したと他の動画で習ったわ。昭和天皇もマッカーサーとの会談を望んだんじゃないかな?違いないな。9月17日に新たな外務大臣に吉田茂が就任すると、彼は昭和天皇とマッカーサーの会談の場を設けた。マッカーサーと昭和天皇のどちらが会談を打診したのかは資料により異なるが、9月27日に大使館公邸で歴史的な会談が行われる。会談で昭和天皇はマッカーサーに、私は国民が戦争遂行にあたって行った全ての決定と、行動に対する全責任を負うものとして、私自身をあなたの代表する諸国の採決に委ねるためお尋ねしたと発言し、マッカーサーを骨の髄まで感動させたんだ。つまり昭和天皇は戦争責任を痛感し、東京裁判に被告人として臨むつもりだったのね。すごい覚悟だわ。いや、この記述はマッカーサー回顧録に書かれているが、内容は各人により異なり、本当のことはわからない。ただ会談を経てマッカーサーは昭和天皇に好印象を抱いたとされ、両者はその後も何度か会談を行う。連合国内では昭和天皇の戦争責任を問う声と、日本統治を円滑に行うために戦争責任を問わない声があった。しかし、マッカーサーは1946年1月25日のアメリカ陸軍宛ての極秘伝文で、天皇なしでは平穏無事な占領統治は不可能と通達。結果的に東京裁判で昭和天皇が罪に問われることはなかった。結果的に戦争責任を免れた昭和天皇だけど、個人的にはマッカーサー回顧録に書かれていたことを信じたいわね。私もだな。ただ9月29日には会談で撮影された写真が新聞に掲載される。逆走でリラックスするマッカーサーと、礼服で緊張する昭和天皇という構図は、新たな日本の統治者を日本国民に知らしめた。さて10月5日に東国の宮内閣が総辞職すると、10月9日に戦前に秀原外交を主導した秀原喜十郎による内閣が発足する。マッカーサーは日本の非軍事化と民主化を図るため、秀原に五大改革を命じるぜ。五大改革って具体的に何があるの?秘密警察の廃止、労働組合の結成奨励、婦人解放、学校教育の自由化、経済の民主化だな。どれも素晴らしい指令だと思うけど、民主化の推進といえば聞こえは良いが、一連の政策は日本の軍国主義を廃して日本の弱体化を図るためのもの。戦前の日本の製品の生産は、労働組合などの国民の権利を封じ込めることで、欧米諸国に並ぶ競争力を持っていた。労働組合が組織化されて労働者の賃金を上昇させれば、日本の製品の値段は上がり、結果的に日本の国際的な競争力は低下する。賃金の上昇と国際競争力の低下は、ある意味で表裏一体なのね。国力が高まればその限りではないが、当時の日本ではそうなるな。また秘密警察や治安維持法の廃止に伴い、労働組合を主導する共産主義者たちは次々と刑務所から釈放され、彼らは労働組合を組織化する。労働組合員は1946年には民間や国鉄など、各分野で150万人以上に増加し、たびたび労働争議を起こすぜ。さらに11月には日本の資本主義に大きな影響を与え、戦争遂行の経済的基盤にもなっていた財閥の解体が開始。また各地の研究施設や工場は破壊され、日本の主力産業を農業や衣類とする政策も取られていく。確かに、一連の政策は日本の弱体化に直結してるわね。そうなんだ。また1946年1月4日、マッカーサーが66歳の年に公職追放が行われる。軍人はもちろん、政界や財界でも多くの対象者が発生し、各分野の勢力図は刷新される。
この状況下、シデハラ内閣は松本常時国務大臣を中心に新たな憲法の作成に着手しており、2月8日に新たな試案、松本試案が GHQ に提出される。ただ松本試案は大日本帝国憲法と大きな違いはなく、13日にコートニー・ホイットニー GHQ 民政局長は、松本と吉田に新たな憲法案を提示する。それがマッカーサー草案で、マッカーサーの指示で秘密裏に起草されたものだぜ。マッカーサー草案はどんな内容なの？全文及び本文92箇条からなる超大作で、マッカーサーの要望で、1、皇室は存続するが国民主権を盛り込む。2、戦争の放棄と武力の不保持。3、封建制度の廃止、が盛り込まれた。天皇の権限が大幅に制限された草案を見て、松本たちは驚愕したとされるぜ。国民主権に武力の不保持。松本たちが驚くのも無理ないわ。マッカーサー草案は、後の日本国憲法の原型になったと。鋭いな。2月26日の閣議で、マッカーサー草案に基づき憲法を起草することが決まる。ただ前述したマッカーサー三原則は GHQ の押し付けではなく、1月24日の会談でシデハラがマッカーサーに提案したものともされる。シデハラかマッカーサー、どちらの主導によるかは難しい判断だが、11月3日に日本国憲法は公布され、1947年5月3日に日本国憲法が施行されると決まる。民主的かつ武力の不保持を盛り込んだ新憲法は、日本の弱体化を図る GHQ にとっては占領政策の集大成だった。日本国憲法は様々な思惑の下で制定されたものなのか。やつぎ様に政策を進めるマッカーサーと GHQ だけど、日本国民はマッカーサーをどう思っていたのかしら。当時のマッカーサーは国民から魔元帥と呼ばれ、絶大な人気があった。第一生命館にはマッカーサーの追っかけが殺到し、膨大な数の手紙も届く。一連の民主化政策を推し進めるマッカーサーは、日本国民にとっては侵略者ではなく、強力な指導者だったんだぜ。国民にとっては民主化政策は悪い話じゃないからね。まあな。ただ新聞は情報規制が敷かれ、マッカーサーや GHQ に否定的な意見を述べることは禁止されていた。アメリカ兵による強姦等の犯罪も各地で起きていたが、一連の事件は新聞に載ることはなかったことは伝えておきたい。そして戦前の日本を否定する世論工作は、現在でも行われていると思うな。新聞でマッカーサーを礼賛する中で、報道されなかった事件もたくさんあるのか。そうだな。良くも悪くも対日政策が進む一方で、国際情勢も絶えず変化していた。実は日本が敗戦する前から、資本主義を掲げるアメリカ陣営と、社会主義や共産主義を掲げるソ連陣営による対立、いわゆる冷戦が始まっていた。冷戦が激化するにつれ、アメリカ政府はソ連から近い日本を反共の防波堤にすることを考え始める。GHQ の占領政策の一環で、共産党員の釈放や労働組合が推奨されてた気がするわ。日本国内で共産党勢力が台頭すると、日本もソ連陣営に取り込まれないの？鋭いな。1947年1月、マッカーサーが67歳の年に、共産党勢力は吉田内閣を統括させるため、大規模なデモを2月1日に行うことを宣言する。これはニーチテネストと呼ばれるが、デモ前日にマッカーサーはデモの中止を命じる。このデモの中止を経て、GHQ はアメリカ政府の意向を汲みつつ、日本の民主化政策の大幅な変更を始めるんだ。じゃあ、GHQ は過去の民主化政策を否定するんだ。もともと日本の占領政策は GHQ 内の民政局、GS という部署が担当しており、中心人物はマッカーサーの分身と呼ばれた局長のコートニー・ホイットニー准将と、部下で局長代理の任にあったチャールズ・ケイディス大佐だった。だが対日政策の路線変更に伴い、GHQ 内では諜報活動や検閲を担当する参謀第2部、G2 が台頭する。参謀第2部部長のチャールズ・ウィロビー少将らは、日本の反共を目的とした政策の主導を主張し、民政局と参謀第2部の争いは激化するんだ。GHQ といえども内部の思想の違いは著しかったのか。てかマッカーサーが、一連の政策を主導してると思ってたわ。マッカーサーはソ連に強い警戒心を持ちつつも、政策的には民政局寄りの考えを持っていた。ただ彼はあくまでも GHQ の最終決定者。組織が大きくなるほど、トップは案外仕事をさせてもらえないもんだ。対日政策の対立が激化し、若干蚊帳の外に置かれたマッカーサーはあることを考える。それが1948年の大統領選挙の出馬だ。え、マッカーサーは大統領を志したの？ああ。ただアメリカでは現役軍人は大統領に就任できなかった。
だからマッカーサーは1947年頃から、日本の占領統治は良好などの声明をアメリカ政府に通達し、早期に帰国して軍人を退役することを考える。そして1948年3月9日、マッカーサーは68歳の時に、共和党の候補に指名されれば、大統領選に出馬すると声明を発表。4月にはウィスコンシン州の予備選挙で、共和党候補として登録される。マッカーサーは太平洋戦争の頃からアメリカで人気があったし、大統領も夢じゃないんじゃ？マッカーサーもそう考えた。ただ6月の共和党大会の代議士による第1回投票で、マッカーサーは1094票中11票の大惨敗。マッカーサーの人気は軍人としてのもの。国の命運を託せる人物ではないと代議士は判断するんだ。わずか11票。思った以上に票数は少ないわね。じゃあマッカーサーはこれからどうするの？大統領選に出馬したわけではないので、引き続き GHQ の総司令官を務めた。ちなみにマッカーサーが候補選に落選した6月に、民政局の高官たちが大手化学工業会社昭和電工から賄賂をもらっていたことが発覚する。これは昭和電工事件と呼ばれ、GHQ における民政局の立場は失墜するぜ。民政局はその後も勢力を回復せず、その後の対日政策はウィロビー少将率いる参謀第二部が担うことが決まる。汚職事件の発覚か、これは民政局を潰すために参謀第二部が暗躍したんじゃないの？もちろんその説が濃厚だ。日本の非軍事化と民主化を図ったマッカーサーも、反共の立場で参謀第二部と意見は一致していた。マッカーサーは参謀第二部と結束し、共産党が主導する労働運動に対抗するため、7月22日に公務員の団体交渉権スト権を否定する書簡を芦田内閣に提示。8月19日には大手映画制作会社東宝の大規模なデモの鎮圧を命じるなど、労働運動鎮圧に心血を注ぐんだ。労働組合の鎮圧か。最初に労働組合を推奨したのは GHQ なのにね。占領方針が変わればそんなもんだ。混迷する日本国内だが、10月19日に第二次吉田茂内閣が発足する。彼は1954年まで総理大臣を務め、GHQ の主導する逆コースへの順応を続けた。また11月12日に東京裁判の判決が下り、起訴された25人は全員有罪。東条英機ら7人に死刑判決が下っているぜ。吉田内閣発足で政界は安定し始めたけど、永久戦犯への処断は過酷だったのね。てか話は戻るけど、マッカーサーは大統領になれなかったじゃん。1948年の選挙では誰が大統領に選ばれたの？11月2日の選挙で、民主党のトルーマンが再任を果たしているな。トルーマンは太平洋戦争で日本への原爆投下に同意した人ね。確かマッカーサーと反りが合わなかったような。よく覚えているな。トルーマンもソ連に強い警戒心を持ち、共産勢力を牽制する封じ込め政策を、大統領再任前から各地域で断行していた。冷戦の余波は、戦前に日本が統治していた朝鮮半島でも現れ始める。日本の敗戦を経て朝鮮半島は、北緯38度線上を国境として北部はソ連、南部はアメリカが占領することに決まる。1948年8月から9月にかけてこの国境を基準にし、南部ではアメリカの支援を受けた大韓民国が、北部ではソ連の支援を受けて、朝鮮民主主義人民共和国が建国されるんだ。韓国と北朝鮮は冷戦で誕生した国だったのね。ああ。マッカーサーは反共政策の一環として、韓国の成立式典に出席し、初代大統領李承晩との親密さをアピールしたぜ。ただトルーマンは中国や朝鮮半島方面の封じ込め政策に意欲的ではなく、マッカーサーも式典に参加するだけで韓国の軍拡などは軽視していた。韓国と北朝鮮は陸続きだし、国境付近の守りは重視するべきじゃないかな。違いないな。一方で日本の反共政策は順調で、1949年3月には GHQ の金融政策顧問、ジョゼフ・ドッジが日本に来日。日本経済の自立と安定を目的とした財政金融引き締め政策、いわゆるドッジラインが主導される。一方、10月1日には中国共産党が中国大陸に中華人民共和国の建国を宣言するなど、東アジアでは共産勢力が影響力を拡大していたぜ。さて、1950年5月3日、マッカーサーはついに日本共産党の非合法化を示唆。6月6日には日本共産党の幹部の公職追放と、機関紙赤旗の定款処分を命じるなど、赤狩り旋風が吹き荒れた。だが6月25日にソ連の支援を受けた北朝鮮軍が、韓国に侵攻を開始する。いわゆる朝鮮戦争が勃発するんだ。アメリカ中央情報局 CIA は北朝鮮軍の不穏な気配を事前に察知し、マッカーサーに報告するが、マッカーサーは侵攻の可能性を真剣に検討しなかった。
第二次世界大戦開戦時もそうだけど、マッカーサーは割と楽観的よね。それはあるな。アメリカの軍事顧問団が指導した韓国軍兵士は貧弱で、6月28日に北朝鮮軍は韓国の首都ソウルを占領。マッカーサーは炎上するソウルと、敗走する韓国兵を韓国上空から視察し、事の重大さを痛感したぜ。わずか3日でソウルが陥落か。韓国兵が敗走した以上、アメリカ軍が朝鮮軍と戦うべきじゃないかな。マッカーサーもそう考え、トルーマンに大規模な軍を現地に派遣すべきと提案する。トルーマンも全面的に同意し、7月7日の国際連合安全保障理事会で、アメリカが統一指揮を執る国連軍の出動が決議される。マッカーサーは70歳にして国連軍の総司令官に任命されるんだ。またアメリカは国連軍の編成において、日本に駐留する第8軍の4個師団すべてを朝鮮半島に派遣すると決める。師団全部、それだと日本の防衛がおろそかにならない?鋭いな。マッカーサーは日本の防衛兵力や治安維持兵力が消失することを恐れ、吉田内閣に警察予備隊の新設を命じた。日本の再軍備化は1948年時点で規定路線となっていたが、朝鮮戦争を経てそれは現実のものになったぜ。警察予備隊は陸上自衛隊の原型になった組織よね。自衛隊と朝鮮戦争には密接な関係があったということか。結果的に多くの兵力が朝鮮戦争に駆り出されたし、マッカーサーたちは北朝鮮軍に勝てるでしょ。いや、第二次世界大戦を経てアメリカ軍の規模や整備は縮小されていて、国連軍率いる第8軍は鍛え抜かれた北朝鮮軍に手こずった。国連軍は朝鮮半島東南端の釜山峡東歩にまで勢力を後退し、マッカーサーは現状を打破するためにある作戦を断行する。それがインチョン上陸作戦だ。これはどんな作戦なの?ソウル近郊のインチョン港に2個師団を奇襲上陸させるとともに、釜山を守っている第8軍を進撃させ、南北から北朝鮮軍を攻撃する作戦だ。ただインチョン港は自然環境的に上陸が難しい場所であり、ソウル近郊には大量の北朝鮮軍が配備されている可能性もあった。8月23日の会議でコリンズ陸軍参謀総長や、シャーマン海軍作戦部長は、上陸位置をインチョンより南方の軍山にすることを提案する。だが、どうしたの?マッカーサーはインチョン上陸作戦の遂行を強く望み、作戦はなし崩しに進んだ。9月14日にマッカーサーの司令船を含む7カ国261隻の大艦隊はインチョン沖に到着し、翌日に上陸作戦は決行された。反対意見を無視しての強行案。失敗する気しかしないけど。いや、奇襲は大成功し、国連軍は9月29日にソウルの奪還に成功する。ソウルの式典に参加したマッカーサーは、ソウルが韓国政府の所在地として回復されたと宣言し、李承晩は涙を流したとされる。意外にも奇襲作戦は大成功だったのか。これは素直にマッカーサーがすごいんじゃ。それは私も同意だ。だがインチョン上陸作戦の成功はマッカーサーの自信を肥大化させ、統合参謀本部も勝利に酔いしれて北朝鮮でのさらなる軍事行動を許可する。その流れに強い懸念を抱いたのが、トルーマン大統領だ。トルーマンはなぜ強い懸念を抱いたの?戦争が拡大するとソ連や中国が北朝鮮軍に加担すると考えたためだ。トルーマンは陸海軍は国境を越えてはならない等の制限をかけ、マッカーサーを牽制するが、それはマッカーサーにとって束縛でしかなかった。マッカーサーを嫌い続けたトルーマンだが、実は両者は一度も対面したことがなく、10月15日のクエーク島の協議で両者は初めて顔を合わせた。朝鮮戦争の真っ最中だけど、なぜこのタイミングで両者は対面したの?11月に大統領の中間選挙が控えていて、トルーマンは今や英雄となったマッカーサーとの会談を、自らの人気取りに利用しようとしたんだ。だがマッカーサーはトルーマンの考えを見抜き、会談の場で不遜な態度を崩さなかった。トルーマンはそんなマッカーサーに強い嫌悪感を抱いたとされる。またマッカーサーは会談の際に、中国軍は朝鮮戦争に介入しないと意見も述べている。協議を経て両者の溝はむしろ深くなったんじゃないかしら。てかマッカーサーは中国軍は朝鮮戦争に介入しないと考えてるようだけど、北朝鮮軍が劣勢になれば彼らも黙ってないんじゃないの?そうなるな。国連軍の優勢に伴い10月頃から中国軍は北朝鮮に進駐し、結果的に30万人にまで膨らんだ。マッカーサーは中国軍の行動を察知しつつも、彼らの意図は読み取れぬままに中国の国境付近まで国連軍を派遣させる。10月25日に中国軍はついに国連軍に攻撃を開始し、11月28日に第8軍は北朝鮮の首都平壌を放棄。第8軍は38度線の後方に撤退した。あらら、インチョン上陸作戦の大成功がマッカーサーの判断を鈍らせたのかな。その通りだ。
ちなみに中国軍の猛攻は続き、1951年1月4日にソウルは再び占領される。ただ国連軍も1月26日に戦争の主導権を奪還し、3月に中国軍を38度線まで押し返す。ただこの頃の一連の指揮はマッカーサーではなく、アメリカ第8軍のマシュー・リッジウェイ中将が担っていた。この頃のマッカーサーは幾度となくトルーマンに、ある提案をしたぜ。それが朝鮮半島や中国大陸への、原子爆弾の投下だ。要は原爆を投下して、厄介な中国軍や北朝鮮軍を駆逐すると、原爆を落とされた国の人間として、断固阻止したい作戦ね。ああ。原爆を朝鮮半島に投下すればソ連が激怒するのは確定的に明らか。ソ連が報復にアメリカ陣営の国に原爆を投下して、第二次世界大戦が起きかねない。トルーマンはマッカーサーを無視し、国連軍が優勢に立った時点で停戦を呼びかけることを考えていた。トルーマンの意図は3月20日にマッカーサーに伝わるが、トルーマンに反抗し続けたマッカーサーは、敗北を認めるか、もしくは国連軍の追撃を受け続けるかを中国に迫るなど、実質的な最後通牒を発表してソ連や中国を挑発する。さらにマッカーサーは4月5日に共和党の議員と結託し、トルーマンの朝鮮戦争の戦略を否定する。アメリカの外交政策を根本から否定するマッカーサーの行動にトルーマンは激怒し、4月6日頃からマッカーサーの処遇を国務長官たちと検討し始めたぜ。大統領を無視して最後通牒を発表するなんて、ことの重大さをマッカーサーもわかってると思うけど、混沌とする朝鮮戦争に、マッカーサーも嫌になったんじゃないの？その可能性はあるな。マッカーサーは4月11日に連合国軍最高司令官、そして国連軍司令官を解任される。実はマッカーサーは朝鮮戦争の指揮の大半を、東京の第一生命館で行っていた。第一生命館で解任を伝える書簡を読んだ時、マッカーサーはしばし沈黙したが、やがてジーン夫人に、ジーニー、やっと帰れるよと言ったとされる。6年近く続いたマッカーサーの日本統治も終わりか。マッカーサーはいつ帰国するの？4月16日だ。左右にぶれた占領政策だが、日本が驚異的な復興を遂げたのは GHQ、そしてマッカーサーの功績であることは事実。マッカーサーが東京国際空港に向かうとき、沿道に20万人の日本人が押しかけた。記念館を創設する動きもあり、昭和天皇も涙を浮かべマッカーサーとの別れを惜しんだ。20万人。朝鮮戦争の指揮はあれだったけど、マッカーサーの国内の人気は相変わらずすごかったのね。朝鮮戦争を混乱させたマッカーサーだが、一連の混乱はトルーマンの戦略ミスという風潮が強く、日本国民だけでなくアメリカ国民も、マッカーサーは仁川上陸作戦を成功させた英雄であると考えていた。帰国したマッカーサーは4月19日にワシントンで退任演説を行い、演説の最後に、老兵は死なず、ただ消え去るのみという、兵士の間で流行していた風刺歌のフレーズを引用する。退任演説後に各地でパレードが行われるが、マンハッタンでは700万人もの人が集まった。老兵は死なず、ただ消え去るのみ、かっこいいフレーズね。マッカーサーは演説通りに潔く引退したんだ？いや、マッカーサーは老兵として消え去るつもりはなく、5月3日には上院の外交委員会と軍事委員会の合同聴聞会に出席する。マッカーサーはソ連と戦うなら今という弁を振るうが、軍部や議員もソ連を刺激する覚悟はなかった。さらに敵対する民主党議員から、あなたは中国は参戦しないと言ってたではないかと、鋭い指摘を受けているぜ。結果的にマッカーサーの意見は支持されず、国民の人気にも陰りが見られた。冷静な目で朝鮮戦争を見ることで、マッカーサーの落ち度が国民に知られるようになったのね。そういうことだ。ちなみに5月5日の公聴会では日本統治の質疑が行われるが、マッカーサーは日本人は12歳と意見を述べ、日本人を怒らせた。日本人は12歳？これはどういう意味？内容を要約するなら、現代文明を基準とするなら、我らアングロサクソンが45歳の年齢に達しているのと比較し、日本人は12歳の少年であるというもの。マッカーサーは、日本の文明はアメリカよりも幼い水準にあると主張したんだ。日本人としては釈然としない発言ね。この発言の真意は、第二次世界大戦で連合国と対立したドイツは、民族的に45歳の壮年で、一連の戦争は革新的な犯罪だった。ただ日本人は歴史的に古いが、民族的には12歳程度の子供で、ドイツの革新的な犯罪とは異なるというもの。日本人をかばう発言だが、日本人を下に見ていたことがわかる発言でもあった。マッカーサーを昨日の敵は今日の友と思ってた日本人だけど、マッカーサー自体はそう考えていたわけではないのね。この辺は人種差別など、様々な問題を抱えた根深い話でもあるな。
日本人はマッカーサーに失望し、マッカーサー記念館の構想も立ち消えた。ちなみに9月8日に日本は日本国との平和条約を連合国と調印し、悲願の独立を果たす。ただアメリカ政府は調印式にマッカーサーを呼ばなかった。帰国から半年しか経ってないのに、栄枯盛衰の儚さね。そうだな。またトルーマンは、中国への弱腰姿勢や朝鮮戦争の休戦協議の停滞等の諸問題から人気は急落し、1952年の大統領選挙の出馬を諦めた。マッカーサーは大統領選の出馬を画策するが、この頃にはマッカーサーブームは確実に下火で、今回も候補には選ばれなかったぜ。結局、1952年の大統領選挙では誰が勝利したの？フィリピン軍創設時にマッカーサーと苦楽を共にした、ドワイト・D・アイゼンハワーだ。彼の主導で1953年7月、マッカーサーが73歳の年に朝鮮戦争休戦協定が署名され、朝鮮戦争は一応は休戦するぜ。マッカーサーの言う通り原爆を投下してたら、世界は恐ろしいことになってたでしょうね。違いないな。結果的にマッカーサーは1952年7月31日に、コンピューターメーカーレミントンランド社の会長職に就任する。これは名誉職に近く、ある意味で悠々自適な生活をマッカーサーは送る。世間から忘れられたマッカーサーだが、1954年には吉田茂、1955年には重光守、1960年には訪米中の皇太子が訪問するなど、日本の要人の訪問は多かった。高速手のひら返しをした日本国民だけど、マッカーサーの功績で日本が復興したのは事実だからね。賛否両論はあるが、私も同意だな。ただフィリピンでは太平洋戦争から何年が経ってもマッカーサーの人気は不動で、1961年にフィリピン政府が独立15年式典を行った時に、マッカーサーは国賓として招かれる。式典は1週間続き、80歳となっていたマッカーサーは歓迎に涙を流した。あのマッカーサーが涙もろいとは、やはり年を取ると人間丸くなるものね。そうだな。ちなみに1962年にアメリカ上下両院は、マッカーサーに議会及びアメリカ国民の感謝の意の特別決議案を採択する。ケネディ大統領は特別の金メダルを作り、それはマッカーサーに授与された。最終的にアメリカ政府はマッカーサーの功績を称えたと言える。さて、世間から消え去った老兵マッカーサーだが、ついにその時が訪れた。その時。ああ。マッカーサーは1964年3月6日に、老衰による肝臓腎臓の機能不全で入院。入院前のマッカーサーは妻ジーンに、私は今まで何度となく、あの死というならず者と対面してきた。だが、今度はついに奴も私を捕まえたようだ。しかし私は頑張るからな、と述べている。マッカーサーは3度の手術を受けるなど、4週間にわたり死と戦うが、4月5日に死去するぜ。去年84歳だった。ご冥福をお祈りするわ。マッカーサーの最後の戦いは、自分自身だったのね。そういうことだ。4月11日の国葬では数千人が参列し、日本からは老齢となった吉田茂が出席。全世界のアメリカ基地では19発の弔砲が撃たれ、世界はその死を慎んだ。ちなみにジーン夫人とマッカーサーは18歳差の年の差婚。ジーンは晩年に至るまで慈善活動やマッカーサーに関する講演を行い、2000年に101歳で死去した。二人の墓はバージニア州のマッカーサー記念館で、隣り合うように存在している。2000年って割と最近よね。破天荒なマッカーサーを支えられたのは、ジーン夫人しかいなかったと思うわ。違いないな。マッカーサーは太平洋戦争で日本と対立したが、戦後は GHQ の総司令官として日本統治に大きな権限を持った。その人格や政策は賛否両論あるが、日本が劇的な復興を遂げたのはマッカーサーの影響が確実にあった。そのことを私たちは忘れてはいけないな。今回はマッカーサーの戦後統治から晩年までを解説したぜ。戦後の日本の占領政策は GHQ、いやアメリカの意向で左へ右へ路線を変えた。その過程で生まれた日本国憲法や警察予備隊は日本に大きな影響を与え、それは現在に至るまで続いている。現在の日本の繁栄は良くも悪くもマッカーサーのおかげと言えるわ。日本はマッカーサーの思い描いた、アメリカに逆らわない国になったと言えるのかな。その辺は議論の余地があるな。GHQ が日本に行った政策は、良くも悪くも現在の日本に大きな影響を与えているのは事実。それが正しいのか、そうでないのかは置いといて、GHQ の日本統治の過程で何が行われていたのかは、日本人として知っておく必要があると思うぜ。それは間違いないわね。てか、太平洋戦争の頃のマッカーサーも激動だけど、GHQ 内の対立に朝鮮戦争の采配ミスと、戦後のマッカーサーの人生も激動よね。
そうだな。インチョン作戦の大成功で朝鮮戦争を停戦に持ち込んでおけば、マッカーサーは生きる伝説になったと思う。いずれにせよ、朝鮮戦争でのグダグダ感や原爆発言は、マッカーサーの軍歴において華々しい最後ではなかった。それも間違いないわね。違いないな。さて、今回の解説はこのチャンネル初めての外国人。近現代史を学ぶ上では世界の動向も重要で、今回は特に日本に与えた影響の大きかったマッカーサーを取り上げた。反響が大きいなら、今後も外国人を解説することもあるかもな。あくまで日本史の観点としての解説だろうけどね。違いないな。以上で、ゆっくり解説ダグラス・マッカーサーの生涯を終了するぜ。もし少しでも良かったと思ったら、最後に高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。